米研ぎ激しすぎて床びちょびちょになる人です。今回はねクイックドローやっていきます。これね以前やったんだよ、以前やったんだけどなんかね再ブーム起こってるっぽいから、ハハルもこの波にちょっと乗ってもう一回この AI とねめちゃくちゃ喋る AI と勝負していこうと思う。まあ簡単に言うとハハルが描いた絵を AI が当ててくれるゲームです。描いてみよう。次の絵を描いてください。バケツお、ね、はい、これでわかりました。わかった。円形、円形ではない、はい、またはホッケーのカック。あ、すごい、わかりました。バケツです。おー遅い音声と合ってないよ。もう締め切られてからの正解ね、ジェットコースターむずくね。ジェットコースターむずい。しかもさ、なんか字幕が、字幕が出てる。字幕が、または膝、または膝、やっぱ膝好きだね。または鞘なめ、何ヶ月ぶりにやっても膝好きだね。確かに膝に見える。または遠藤なめ、カバーに見える。または信号バレーボール選手がつけてるやつに見える。庭の方、ハワレ、ハワレが問題。すみません、すみません、何の絵かわかりませんでした。ハワレの問題。あ、モナリザ来た。モナリザ行こうぜ。モナリザはもうわかりました。わかりました。線ではない、線は、またはウォータースライダー。線っていう答えあるの。あ、ウォータースライダー、わかりました。モナリザ、口ひげ、違い、違います。またはシャンデリア、または顔、確かに口ひげに見えるね。わかりました。わかりました。ドア、あ、ここね、またはジェットコースター。あー、ちょっと女性、すみません、ダメだね、やっぱり何の絵かわかりませんでした。何ヶ月後にやってもちょっと相性悪いねカメラはいけるんじゃない。カメラだってもう間違えることないと思うよ。カメラ、キーボード、あ、惜しい、わかりました。カメラ来た。カメラです。トラクターって何。トラクターってトラックでいいのかな。トラクターの略がトラック、わかりました。あ、わかった。キーボード、あ、キーボード大好き、ね、またはワゴン車。あ、惜しい。またはトラック、トラックじゃないんだ。または消防車。あ、トラクターがわかんない。またはバス、助けて。 AI、 わかりました。トラクターって何。電車。あ、惜しい。ちょっと、またはスクールバス、または冷蔵庫すみません何の絵かわかりませんでした。いや、でもどうなんだろう、文字で書いたらどうなんだろうね。ペーパークリップって何。紙を留めるやつだから、ハワレが思い描いてるやついいの。わかりました。こういうやつ、円形、あ、違う、またはアボカド、アボカド、または車輪アボカドを知ってるんだね。わかりました。あれ、アボカド好きだよ。耳、ペーパークリップ、または寝袋。え、こういうやつじゃないの。またはリュックサック。あ、これ安全ピン。またはピーナッツ。ちょっと待って、ペーパークリップ、すみません何の絵かわかりませんでした。いや、ふざけてるみたいじゃん。ピーンつって、ピーンつって、いや、全問正解無理なんかな。ちょっともう一回やれば全問正解。大砲だって、大砲は多分いける。あー、いけないかも。せん、あ、これいけない。来た来た、大砲来た。大砲です。優しい、今ので分かってくれんの呼吸が合ってきて、呼吸が。蜂もいけるな。あ、これ問題が簡単かもしれない。問題がピーナッツ、ピーナッツじゃない。あ、これいけたね。あ、すごいすごいすごい。蜂、蜂です。つま先もいけるよ多分。あれ、つま先、わかりました。走り書き、え、待って、うまい。または足、あ、え、待って、つま先、またはイルカ、ここここここ、またはカエル。あ、違う違う違う、待って、つま先、わかりました。つま先ってどうすればいいの。または縫い目、え、どうす、縫い目、または雲、え、ちょっと待って、またはつま先ってどうすればいいの。すみません、うわ、くっそ、全問正解が。何の絵かわかりませんでした。閉ざされた。懐中電灯もいけるじゃない。 こうなったら、わかりました。ご、なんだっけ、円形、ご問正解ぐらい、ね、またはホッケーのカック。懐中電灯って握りってあるよね。またはダンベル、握りってって握りっぺみたいな。またはトロンボーン、これの、あ、トロンボーン。またはカメラ、あ、惜しい。または来て、もっと頑張って。またはまたはスイッチみたいなの置いとくか。何の絵かわかりません。ピカピカ、すみません、何の絵かわかりませんでした。いや、くっそ、いや、今3問正解か。あと2問は正解した。ハガキはいけるだろう。ハガキは誰が書いてもわかるだろう。ハガキは階段、はい、これは、またはドア、え、マジか。または超高層ビル、えっと、またはパスポート、か、加藤、または電卓、加藤、または病院え、どうしよう。わかりました。郵便箱、携帯電話、または電話、3、すみません、何の絵かわかりませんでした。マジかよ、ハガキミスんのちょっとでかくない。いや、マジか。洗濯機ね、洗濯機、ドラム式とか知ってるかな。ドラム式が一番ハワイ書きやすい気がするけど。わかりました。街灯、わかった。または超高層ビル、こうやってさ、なんか奥行き出すさ、やつあるよね。またはズボン、初めてトライしたんだけど。または本、あ、でも意外と、わかりました。きたー、洗濯機です。素晴らしいギター。
拙いわかりました。階段。すみません。何の絵かわかりませんでした。